ポンテからチャンスを求めるか。阿部正弘が前で構えて、ここはすんなり引いていって、小松崎が先頭の位置に出て、山口健也が一旦切る、9番の三谷が続く、それから4番の阿部あたりも切っていく、さらには5番松井幸雄、このあたりから行くか。さあ5番の松井幸雄、勝ち上がりは上位2人、ラインは2差ながら行きそうな感じ。和田がちょっと絡まれましたが、このまま絡まれたままか。さあバンテリは4番の阿部が収まっていた。もう一度追い上げる1番の和田健太郎でありますが、そしてここからは山口健也の一撃、どうでしょうか、決まるか。三谷が続く。さらにここからは6番の原田健太郎でありますが、さあまくり切れるか。3番の山口、これを合わせ切れるか。松井幸雄、この2人の力比べ、山口が完全に抜け出していった。一着勝負、6番の原田も迫った。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。さあ今日は細切れ、さらに短期戦でした。どう考えてましたか。まあ、多分9番手だろうと思ってました。はい。まあ、その中で、まあ、レースの動きに乗っていきました。レースの中ではどうでしたか。そうですね、まあ、風が強いんで、まあ、落ち着いて仕掛けようと思ってたんで、まあ、結構みんなが仕掛けてくれてよかったです。4コーナーから直線はどうでしたか。そうです、三谷さんが打ち行ったんで伸びました。2走目でのこの1着、準決勝1番乗りいかがでしょうか。そうですね、まあ、なかなか1着取れるもんちゃうんで、はい、嬉しいです。それでは最後に応援してくださった皆様へ一言お願いいたします。明日も穴開けれるよう頑張ります。応援します。先端を開いていきそうです。3番蛭田総一郎が出る。新山がもうこの時すでに合わせに行く。さあ蛭田はこの辺り外外回らされて、あまり足は使いない、使いたくないところでありますが、ただ力は出し切りたい。さあ新山が合わせ切って1番の渡辺、あとは7番の成田まで行く。窓場はどうでしょう。目下現在6番手あたり。さあ最終選考は新山強兵が風を切っていく。1番の渡辺が続いて7番の成田、7番窓場がさあここからまくってまいりました。このまくりどうでしょう。さあ地元勢、東北勢に襲いかかった。渡辺がブロック、打ちすくって7番の成田和也。さあこのまま押し切れるか。5番の新山、番手からは7番の成田、さらには4番突っ込んでゴール前の争いになりました。1着勝負。気合の入った新山選手の主導権ついていてはいかがでしたか。いやもう新山君も出させないような踏み方してて、はあ、もう2周から結構ハイスピードで苦しかったです。まあ、渡辺選手の動きもある中でしたが、その最後の直線勝負というところどうでしたか。いやもう渡辺君がいいブロックしたんで、はい、ちょっと結果残念ですけど、まあ、そこからちょっと切り替えて、まあ、新山君と決めれればなという感じで4コーナーいたんですけどね。川口選手のゴール勝負差し返したところさすがですね。そうですね、新山君と、まあ、2着まで残せればよかったんですけどね、ちょっと外も来たんで、ちょっともう一度踏み直しました。さあそしてこれで地元のダービー無傷での準決勝戦進出となります。そのあたりどうでしょうか。いやもう恵まれてるだけで、はい、まあ、自分は結構いっぱいいっぱいなんで、まあ、準決勝も精一杯頑張ります。さあ多くの方が応援しています。ファンの皆様へ最後一言お願いいたします。はい、たくさんの応援ありがとうございます。また、準決勝精一杯頑張ります。お願いします。4番の伊藤がまず前の方に出て、一旦深谷は下げるか突っ張るか引いていきます。伊藤、井上、この九州の2人が出ました。それから松本から香川と、それから3番の天貝、この体型でもあっと早くも松本が落差転倒というアクセント。どうでしょう、郡司がこう、あ、郡司はどうでしょうか。この辺り後方に置かれておりますが、さあ1番の深谷が逃げていきます。
そのバンテの位置を取り切ったのは8番の鈴木、ガチャガチャという音、6番の佐々木が食い下がりますが3番手、あとは4番の伊藤がいて、それから7番の井上正樹、最高峰には3番の天貝となった。あとはもう後続を突き放すだけ、怪力パワーを見せている深谷、圧勝体制になった。そして2番手、2着争いは追い比べになります。快勝です。2着争いは3人ほどが並んだ。レースは後ろが並走、そして前受けでした。どう考えていたんでしょうか。まあ、やっぱ競りで待ったので、1回動かしてから早めの主導権というのは心がけてました。まあ、もう一度踏み上げた時にこう少しアクシデントありました。そのあたり確認はできていましたか。影はすごいこう後ろで動いていたので、頑張ってくれてるんだなっていうのはすごい感じながら、それを思って踏んでました。風を切る展開になりました。ご自身の感触としてはいかがでしょうか。マイペースに踏み込めたので今日は良かったと思います。では準決勝戦進出となりました。応援してくださった皆様に一言お願いいたします。次も精一杯いい走り見せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとう。まくった佐藤をまくっておりました。さあ谷口がここから見せ場を作っていく。川口幸太郎が続いて、一旦山本を抑えにかかりますが様子を見ました。2番吉田拓也は5番手変わらず、7番の町田がこの辺りから仕掛けていく。それを察知して合わせるようにして2番の吉田拓也も組んでいく。2番吉田、まずは位置取り勝負といったところか、7番の町田から松浦、それから4番の桑原と3人ができりますか。さあ吉田がどう絡んでいくか。ここは4番手3番手あたりさばいていく松浦の行為をさあ狙って、2番の吉田が3番手を取り切った。あとは9番の森沢が続く。桑原もう一度上げていく。さあ3番手が並走のような格好になった。吉田高はちょっと苦しいか。先頭は7番の町田、それからここを伺っている1番の松浦、番手からは1番の松浦が抜け出していく。1番の松浦、ここは突き抜けました。の町田選手に任せたレースでした。レースいかがでしたか。僕たち町のようなレースで、吉田君もかなりいい感じで切ってて、僕も隙があればやられるなっていう感じだったんですけど、なんとか僕はしのげたと思います。少し後ろもつれてましたが、そのあたりの判断見えてはいましたか。はい、桑原さんのところに吉田君が行ってるの見えたんで、2コーナーぐらいでは大丈夫かなと思ったんですけど、3コーナーぐらいでかなりやってるなっていう感じで、僕ももうちょっと開けてゴール前っていう感じであればうまく決まったかなと思うんですけど、僕にも余裕がなくて、ラインで決めることができなくて残念です。ただ別戦が迫る中のゴール勝負制したのはどうでしょうか。突き切ってからはタイガーのペースも良くて、しっかり回せたんで、ゴール前の足はあったんですけど、もうちょっと余力あった分こうサポートできたかなっていう悔いが残るレースだったなと思います。また気になるコンディションなんですが、この2走を終えてというところではどうでしょうか。1走目よりは今日かなり上向いたかなっていう感じはあったんですけど、まだまだ気になる点はあるんで、なんとかアップとかで今日工夫しながらやったらだいぶ上向いたんで、まだまだ上積みできるかなとは思います。さあ次は勝負の準決勝戦になります。応援してくださる皆様一言最後にお願いします。はい、準決勝も与えられたところでしっかり頑張って、なんとか決勝戦に上がって、ヒロトと一緒に走りたいなっていう思いです。また応援よろしくお願いします。イルブシ、このモーションに対しどうでしょう。イルブシは一旦すんなりと引いていきました。それから2番の小林が続いて、引き切って1番のイルブシウヤは7番手、先頭の位置には3番の根田隆が出ます。中段に2番の小林、イルブシはさあ7番手で鐘を聞いています。根田がこのまま先行勝負、さあ勝負に出ました。根田の先行です。
あとは中段に2番の小林大成、それからホーム7番手から、さあ早めに巻き返しに打って出る犬伏、それから清水、さあまくっていけるが1番の犬伏、先まくりを払っていった2番の小林、切り替えていく清水でありますがどうでしょう。2番の小林から7番の諸橋、その直後まで9番の清水が襲いかかってくる。さあ9番の清水が伸ばしますが、ここは2番の小林です。最終11レース1着となりました小林大成選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今日はこのメンバーの中でどんなレース考えていたんでしょうか。そうですね、やっぱ他の2人のラインがもう先行争いになるかなと思ったんですけど、まあ、しっかり中段は取って先にまくろうと思ってたんで、自分の思い通りになってよかったです。4番手で打者を迎えて犬伏選手も後ろにいました。ご自身のタイミングはどうだったんでしょうか。そうですね、やっぱ犬伏より先に仕掛けないとと思ってちょっと焦っちゃったんですけど、まあ、自分のタイミングでは踏めたと思います。昨日に引き続き強いところを見せましたね。そうですね、今回ちゃんと調子もいいと思うんで、明日も引き続き頑張りたいです。この無傷での連勝、準決勝進出という点ではどうでしょうか。ちょっとできすぎてるかなって思います。はい、では準決勝戦に向けた一言、応援してくださった皆様にお願いします。はい、連日応援ありがとうございます。すごい声が聞こえて力になるんで、明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。11レース1着となりました小林大成選手にお話を伺いました。では選手が退場。